皆様こんばんは、モノコチャンネルです。最近、緊急事態宣言も解除され、車の交通量が多くなっている気がします。年末に向け、運転の機会が増えてくると思いますので、交通事故には気をつけたいところ。しかし、いくらこちらが注意をしていても、理屈では説明のつかないことが突然起こる、といったこともあるかもしれません。今宵は、そんな運転中に遭遇してしまった恐怖の映像を5つご紹介いたしますので、心してご覧ください。それでは見ていきましょう。これは2014年にシンガポールで撮影されたダッシュカムの映像。右折をした直後、前方の車が突然停車し、衝突してしまうのだ。一見この映像、交差点でよくあるような事故に見えるのですが、皆様は違和感に気がついたでしょうか。よく見てください。この事故、前方の車両が自転車に乗った男性を見て急停止し、衝突してしまったのだが、この自転車の男性、一体どこから現れたのでしょうか。自転車の男性が右方向から飛び出し、危ないので戻った。そう思われている方が多いかもしれませんが、映像を巻き戻すと、明らかに何もないところから男性が現れたようにしか見えないのである。錯覚ですか？それとも幽霊？皆様はこの映像どう思われますか？次にご紹介する映像は、フィリピンで活躍されている女優メイトル・サローサ氏によって、Facebook へ投稿されたもの。彼女は、フィリピン、サマール島にて、仕事仲間と、空港へ向かっていたのだが、その道中、奇妙な体験をしてしまうのであった。お分かりいただけただろうか。彼女らが走る車線のすぐ左に、子供のような姿を記録していたのだ。実際に、この瞬間を目の当たりにした二人は、10歳くらいの子供がしゃがみ込んでいた、と説明した。戻って確認しようにも、この地域は、武装勢力の出没エリアだったため、あえなく断念。そして、実はこのサマール島、地元住民によると、2013年に発生した超巨大台風、ハイエンによって多くの方が犠牲になった、という悲しい過去を持つ場所なのだそうです。そのせいか、この島では謎の人影を見るものや怪奇現象にあったと説明するものが後を絶たないのだとか。サローサ氏が目撃した子供の正体は、台風で犠牲になった子供の姿だったとでも言うのだろうか。これは、ヤマト000氏によって、YouTube へ投稿された。ドライブレコーダーの映像。夜間に岐阜県中津川あたりを走行していた時のこと。
人通りもほとんどない区間へ差し掛かった直後、不気味な瞬間を記録してしまうのである。いかがでしょうか。なんと撮影者らが目撃したのは、道路で一人こちらへ向かって拝んでいるような動作をする明らかに不自然な人の姿だったのだ。恐ろしいことに、車がすれ違う瞬間、こちらへ歩みを進めていることがわかる。撮影者らが話しているように、思い詰めてしまい最後の手段を取ろうとした瞬間だった可能性もあります。現れた人物が何者なのか、この後どうなってしまったのかなど、詳細については一切不明である。これはデーブ・ワールド氏によって YouTube へ投稿されたドライブレコーダーの映像。撮影者が運転している途中、不気味なものに遭遇してしまうのでした。いかがでしょうか。撮影者のドライブレコーダーの映像には、進路の真ん中に佇む奇妙な人物の姿が記録されていました。その人物には全く正気を感じられず、異様な雰囲気でじっと立ち尽くしている。何をするわけでもなく、突然現れた奇妙な人物は、通り行く人々へ一体何を訴えかけていたのだろうか。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは、皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、ぜひ、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。